昭和43年、大鰐町、1月の映像です。大鰐町の主な産業はリンゴと米作り。冬は副業で稲わらを使い、むしろを作っていました。むしろは敷物や穀物を入れる袋として重宝され、町の雑貨屋などで販売されていました。こちらは大鰐温泉スキー場です。県内外から訪れる大勢のスキー客でにぎわいます。休憩所では中華そばや豚汁など体が温まる料理が定番。薪ストーブを囲んで暖を取りながらの食事でした。大鰐温泉スキー場は今も県内外からスキーやスノーボードを楽しむお客さんがたくさん訪れています。ゲレンデのすぐそばにはラーメンを提供していたお店が今も同じ味でお客さんを迎えてくれます。20年からやってます。まだ袴で角帽かぶったスキー屋もいたんですよ。もともとは五十嵐さんの母親が始めた商売。軍隊が使った払い下げのスキー板の貸し出しやメンテナンス、そしてすぐに食べられるラーメンとパンなどを提供したのが始まりです。焼き餅の出汁でつゆを作って、今娘がやってますけども、これはもう親譲りでほとんど同じです。懐かしく寄ってくれるお客さんもですね、もう県内外からあります。店がある限りは続けていきます。およそ80年、これまでもこれからもお客さんを温かく迎えてくれます。